演奏会の開演前に皆様には黙祷を捧げていただいたのですが、昨年4月第8師団では痛ましい事故が発生し、10名の自衛官が殉職されました。事故から9ヶ月日々さまざまな訓練をする中でも、その悲しみや苦しみが癒えることはないと思います。第1部最後はそんな殉職隊員への思いを込めた一曲、ベルト・アッペルモント作曲ブリュッセル・レクイエムをお送りいたします。この曲はブリュッセルで起きた事件を題材にしたもので、当たり前の日常に突如襲いかかる事件、人々の悲しみ、追悼、強く前を向き未来へ向かう人々の心を4つのテーマにより表現しています。事件に対する不安や怒り、悲しみといった感情だけでなく、立ち止まることなく未来へ進んでいく人々の愛や希望を感じさせる力強い作品です。第1部最後に殉職された隊員とご家族の皆様、そして新たなに向かう仲間たちへ捧げる曲としてお送りいたします。ベルト・アッペルモント作曲ブリュッセル・レクイエム。
これよりおよそ20分間の休憩とさせていただきます。